ジャンフィリップ・ガシアンはフランスの元卓球選手。フランスのアレス出身。5歳で卓球を始めた。13歳でパリの国立体育スポーツ研究センターに入り、17歳からフランス代表として国際大会に出場する。音速のフットワークと呼ばれるほどの優れたフットワークを活かして常にボールの頂点前を捉えるという、 独自の全人ドライブ速攻スタイルを構築し、頭角を表す。1992年には世界ランキング1位になり、バルセロナオリンピックでは男子シングルスで銀メダルを獲得。翌年の世界選手権イエテボリ大会の男子シングルスで優勝を果たした。その後もフランスのエースとして世界のトップで活躍を続ける。2000年のシドニーオリンピックでは、 大会直前に父親を亡くすという不幸に見舞われたものの見事に立ち直りダブルスで銅メダルを獲得。2004年のアテネオリンピックヨーロッパ予選を最後に引退した。左利きで両面裏ソフト攻撃型。短いトスのサービスからの3球目攻撃を得意とする。フォアハンドを得意とし、苦手なバックハンドをカバーするほどのフットワークで他を圧倒する。このプレイスタイルは 同じく、フランス代表のクリストフルグーに継承されていく。また、ダブルスでも強く、シドニー五輪では、パトリック・シーラと組んで銅メダルを獲得した。これが評価に値する理由として、左利き同士のダブルスであることを挙げられる。ダブルスでは、右利き同士、または、左利きと右利きがペアを組むのが通常である。しかし、フランスナショナルチームで、唯一の右利きである。 ダミアン・エロアは、クリストフルブーと組んだため、左利き同士で組まざるを得なかった。しかし、シーラとの仲は良く、コンビネーションはかなり良かった。ありがとうございます。